どうも皆さんこんにちは、ゲンジでございます。本日ですね、ついにリドムの 21SS の第3弾のリリースが3月27日22時からリリースするんですけども、そうした中で特に注目度の高いアイテムを2つ今日は皆さんにご紹介していければなというふうに考えております。僕自身非常に大好きな2つなので、ようやく皆さんにですねご紹介できる時が来て興奮してしょうがないんですが、まずはじめにですねこちらのメイノウールバギーからご紹介したいと思います。というのもそうなんです、21SS の第1弾のリリースで非常に好評でありがたくも完売したこちらのウールバギートラウザーがあるんですが、こちらをですねシルエットは変えずにより清涼感のある新たなウール素材にてリリースいたします。ワイドパンツのシルエットが毎シーズンどんどん太くなっていってるのは皆さんもご存知だと思います。でそうした中で前回のリリースの時にはですね、それでもウールバギートラウザーのシルエットはかなり太いので皆さんに受け入れていただけるかっていうのは未知数なところもあったので、皆さんの期待に沿うような数で販売することはできずに、速完だったわけですよ。それでも一ブランドの一つのパンツのご用意の枚数で考えたらものすごい多い数ではあったんですが、それでも完売した中で、その完売から分かることが、この太さでもコーディネートに取り入れていただけることが分かったんですね。なのでこのワイドシルエットが非常にトレンドのど真ん中だということが前回の発売時に分かったわけですよ。でですね、このボトムの特徴が大きく2点ございます。まず1点目が当然ですがシルエットですね。で2点目がこちらも重要なんですが素材です。順々にご説明していくんですが、まずシルエットですね。というのも、こちらですね、数年前にベインアパートメントというメゾンブランドのヴィンテージアイテムを取り扱っているショップで購入した1999年の FW のエルメスのレディースコレクションのボトムのシルエットをベースに作成しています。でちなみにこの時のエルメスはマルタン・マルジラがデザイナーを就任していた時期で、ダローだったりルメールなどいろんなデザイナーが影響を受けていて、ヴィンテージ市場でも非常に高値で取引されているんですね。で少しだけ話は脱線しましたが、この袴のような非常に大きいシルエットが個人的にものすごく気に入っていて、このシルエットをベースにしながら腰回りにゆとりを入れたり股上を深くしたりと微調整を重ねながら、今まさに自分の履きたい理想のワイドシルエットを完成させちゃったんですね。でなんといってもですね、この腰から裾にかけてストンと落ちるこのラインがもうね本当に好きなんですよ。で次に素材についてなんですが、こちらですねオーストラリア産のファイメリノウールとリサイクルポリエステルを混合した素材となっております。なので、ファイメリノウールの非常にサラサラとした肌触りとポリエステルのイージーケアの良さなどいいとこ取りをした素材となっております。特にベージュだと分かりやすいんですが、この絶妙なメランジ感は天然繊維にしかない奥行きのある表情がもうねたまらないんですよね。さらにはですね、ウールの綿を糸に加工していく紡績段階でサイノスパン紡績という特殊な紡績方法を取り入れていて、ウールの毛羽を極限までなくしているので、そうウールの、いわゆるこうチクチク感がこのパンツには一切ないと言っても過言ではないぐらいなんですね。でさらに織り組織に関しては平織りなので、素材の肌触りだったり肉感も含めてぜひですねこの夏におすすめしたい贅沢な一本なんですよね。でこちらの価格なんですが、自分でも本当に驚きを隠せない価格なんですが、こちらですねなんと前回同様に9000円となっております。これね本当にこう、自分で言うのもあれなんですけども、このクオリティのパンツを1万円アンダーでリリースしているブランドを僕は見たことがないんですね。ぜひあったら下のコメント欄で教えてほしいぐらいなんですが、非常にここのそこからおすすめできるアイテムが3月27日の22時からリリースされます。色に関してはチャコールとベージュ、この2色がご用意されてあります。ぜひですね27日お見逃しないようよろしくお願いいたします。はい、でこちらのメリノウールバギーを使ったコーディネートをいくつかご紹介していきたいんですが、こちらのレザーブルゾンと掛け合わせたコーディネートなども非常にですね、こういったショート丈でワイドなブルゾンにも絶対的に相性がいいですし、さらにはこういったスウェットなどと合わせても今年らしいリラックス感のあるコーディネートが完成しますし、パーカーなどベーシックなアイテムとか組み合わせることでパーカーとスラックスという定番のアイテムなんだけれども、シルエットや素材感やカラーが非常にオリジナリティあるスタイリングになっていて、かなりお
おすすめなのと、なんといっても活躍しているのは夏ですよね。夏にタックインしたり T シャツ1枚と掛け合わせてみたりすることによって清涼感と清潔感があり、ものすごくかっこよく仕上がっていくと思います。さらにベージュに関してなんですが、もちろん先ほど言ったように T シャツと組み合わせてもいいですし、暖色のアイテムとも組み合わせやすいので、この SS にも強くおすすめしたいアイテムなんですが、秋頃までも使えちゃう、そんなアイテムとなっております。ぜひですね、こちらのアイテム3月27日の22時からリリースされます。ぜひそちらお見逃しないようよろしくお願いいたします。続いてはですね、こちらのバージンウールチェックシャツを皆さんにご紹介したいと思います。大変ありがたいことに、特にこの SS はシャツが好評でして、第1弾でリリースしたこちらの2型のシャツは再販分までも速完していて、今回はその2型とはまたちょっと違った新たな絶妙なシャツを今回リリースしていきます。まずはじめにシルエットについてなんですけども、これからのシーズンに羽織のアウター感覚で着られるシャツを作りたかったので、大きいけど大きすぎないシルエットを目指して、キレはドロップしているけどドロップしすぎず、身幅もワイドだけどでかくしすぎずといった具合に、あらゆる部分の大きさをバランスを取りながら理想の形に仕上げていきました。さらには前から見た時のシルエットだけではなくて、横から見た時にこの袖のアームホールの部分の太さと袖口にかけて絶妙なテーパード具合を出すために、袖口の2本のタックの分量をどれくらいの寸法にするか、袖幅をどれくらいにするかとか、さらにステッチの番手からその運針数までこだわり尽くし、シンプルなアイテムだからこそですね、パッと見だとわからないレベルの微調整を何度も重ね合わせて作成した一着となっております。ちなみにですね、先ほど言ったステッチの番手に関しては80番というドレスシャツに使うような細番手の糸を使用しています。なので非常にこう繊細なこう見え感になるのも一つの大きな特徴となっております。で、次に素材に関してなんですけども、こちらですね、オーストラリアのバージンウールとビスコースを混合した素毛のさらっとした表情と、ビスコースの持つ非常に綺麗なドレープ感が大きな特徴の素材となっております。で、ちなみにこちらのバージンウールはですね、まだ一度も毛を刈られたことがない子羊から初めて刈った羊毛のことを言っています。ですので非常に希少でありながらも繊維が細くて柔らかいのも大きな特徴となっております。で、柄に関してなんですが、こちらですね、70年代のオンブレチェックを元にした柄なんですけども、ただ70年代の、当時のシャツはですね、コットン素材で作っているものが多く、カジュアル感がどうしてもこの柄と素材で強くなってしまっているものが多いんですが、今回のアイテムに関してはウールビスコース素材で作成することによって、柄のヴィンテージ感のあるカジュアル感を残しつつ、素材で品のある表情に仕上げているのが魅力の一つとなっております。そんな贅沢な1枚がなんと9000円でございます。もうこれだけのシャツがですね、9000円で販売されているブランドってなくて、普通に2万円3万円してくるようなアイテムをリドムではなんと9000円のリリースなので、ぜひですね、こちらのアイテム3月27日の22時、お見逃しないようよろしくお願いいたします。こちらのスタイリングとしましては、ベーシックですね、ストレートのパンツとも相性がいいですし、さらにはアウターの下にこうバサッと着るのも使い勝手がいいですし、着回しもしやすいのもついていろんなコーディネートで合わせたくなるぐらいの、そんなシャツとなっております。ぜひこちらのアイテムお見逃しないよう、よろしくお願いいたします。では今回ですね、21SS、 これ以外にもいろいろリリースしていくんですが、まずはこの2つをですね、本日はご紹介させていただきました。で、その他のアイテムだったり、こちらのアイテムを使ったスタイリングやモデル画像がですね、下の概要欄のリンクからですねご覧いただけますので、ぜひ気になる方は下の概要欄から飛んでみてください。では今回のアイテム少しでもいいなと思っていただけたら、ぜひですね高評価、チャンネル登録、そしてコメントのほどよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。以上、現状の動画でした。ありがとうございました。